にちは、コウジさんいます？あなたは、何しにいらしたんですか？今日はコウジさんと約束してて、これから一緒に出かけるんですよ。聞いてないですか？じゃあ行ってきます。私は久め、結婚して3年。行ってきます。いってらっしゃい。旦那のコウジはイケメンで超優しく、生活には何一つ不自由してないけど。お待たせ、エンジ君。ごめんね、待たせて。今日わざわざ有給取ってくれたんでしょ？ありがとう。大丈夫だよ。今日どこ行こっか。結婚生活に少し飽きていて、刺激を求めここ1年ほど浮気をしている。浮気って言っても本気じゃなくて遊びだから、いつも出会い系使って都合のいい男と適当に遊んでるんだけど。都合のいい男です。遊びです。エンジ君には通ってるジムで声をかけられた。それでね、あれでね。はあ、コーチと違ってちょっと悪そうな感じがいいのよね。でも今回は既婚者だから気をつけないと。まあコウジはかなり鈍感だし、エンジ君もうまくやってるから大丈夫だと思うけど、そう余裕をぶっこいていたのだが。サメちゃん、嫁にバレちゃって。嘘でしょ。今度サメちゃんの旦那も交えて話し合いをさせてって。はあ、証拠は？エンジ君 LINE とか通話とか履歴いつも消してたでしょ。なんでバレたのよ。俺もなんでバレたかわかんないんだよ。でもとりあえずあいつ更新術使ったみたいで、俺らがホテルに入ってく時の写真持ってるんだ。まずい、猛烈にまずい。でも多分コウジなら優しいから許してくれるかな。慰謝料とか発生する？コウジが忙しくて寂しかったとか、魔が差して出来心とか言えばいい？とにかく離婚だけは避けたい。それから1週間後、コウジとエンジの奥さんを交え4人で話し合いの場が開かれた。遅いわね、まだかしらあの人たち。本当にこういうのってファミレスでやるんだ。大丈夫、大丈夫よ、ヒサメ。先手必勝で反省してるって包み隠さず全て先に打ち明けたし、エンジだけって言ったら信じてくれたし、さりげって魔が差しました。エンジと申します。もう浪費もいたしましょう。サボっていた感じも夜の星も完璧にいたしますから。どうか最高地区でお願いします。捨てないで。ヒサメも正直に話してくれたし、俺もなるべく離婚したくないって思ってるけど、突然のことで頭が混乱してる。ちょっと考えさせて。コウジ、ごめんね、許して。コウジ私のこと大好きだし、きっとあの感じなら再構築してくれるよね。エンジも奥さんと別れる気はないって言ってるし、エンジとは金輪際合わないって約束してサクッと慰謝料払って終わりにしたいわ。そう思っていたのだが。コウジさん、嘘。お久しぶりです、ボタンです。ボタンちゃん、髪型違うから全然わからなかった。どうしたの？久しぶり、こんなところで。それがうちの旦那が。ちょっと待てよ、エンジの奥さんとコウジが知り合いなの？事態は私の筋書きにない方向へと進んでいくのだった。聞くところによると、このふんわり美人はコウジの大学時代の後輩で、コウジが好きすぎて在学中に2度告白。好きです、コウジさん。ごめんね、ボタンちゃん。知ってると思うけど、俺彼女いるからやっぱり君とは付き合えないよ。2度玉砕した後はさすがに諦めましたけど、まさかコウジさんが旦那の浮気相手のご主人だったなんて。ヒサメさん、私慰謝料はいりません。嘘。やった、ラッキー。エンジ、やっぱり離婚して再構築はなしで。はあ、ちょっと待てよ、お前昨日は離婚しないって。気が変わったの。でもエンジ、慰謝料はいらないから。ヒサメさん、ありがとう。コウジさん、また。それでは用件済みましたので失礼いたします。おい、ボタン、ありがとう。その後、コウジ、私が悪かった、本当に反省してるの。
お願いだから何とか言ってよ。とりあえずヒサメ、当面はここにいてもらっていいけど、俺ら一旦距離を置こうか。それでどうするか考える。え、コウジ？ヒサメ大好きだよ。結婚してください。いやだ、私やっぱりコウジじゃないと。なんてバカなことしたんだろう。絶対別れたくないよ。私も絶対浮気なんてしないから。コウジのために何でもするから、お願い。ピンポン。こんにちは、コウジさんいます？あなたは何しにいらしたんですか？今日はコウジさんと約束してて、これから一緒に出かけるんですよ。聞いてないですか？ちなみに私とエンディ正式に別れましたので、お好きに遊んでくださって構いませんよ。はぁ、ヒサメ、俺の夕飯はもう作らなくていいから。コウジ、本当に約束してたの？じゃあ行ってきます。嘘でしょ。1週間後。ヒサメ、離婚しよう。え、いろいろ考えたけど。うわぁ、やだよ。うわぁ、クッド、あいつだ。あいつに決まってる。あの女がコウジに取り入ったんだわ。ヒサメ、気づいたら裸足で家を飛び出し、エンジに無理やり住所を聞き出し、あの女の家に嫁っていた。悪かったわ。確かに私は自分中心の最低のクズ人間よ。浮気はするし、でも本当に恋って反省もしてるの。慰謝料いくらでも払ってあげるから。だからお願いだから、もうコウジに近づかないで。私からコウジを奪わないで。人の旦那と浮気しておいて、ずいぶん虫がいいんですね。知ってますよ、エンジ以外の男とも遊んでたの。更新所使ってしっかり調べましたから、あなたのことも。他の浮気のこと、コウジさんに話したら絶句してましたよ。やっぱりあんたが。今回の件はエンジの様子がおかしいなと思って調べ始めただけなんですけど、まさかヒサメさんがコウジさんの奥さんだったなんて、偶然でもちょっとすごくないですか？でも正直言うと、こんなにうまくいくと思わなかったです。はぁ、実はエンジ、ヒサメさんのこと気になってるようだったけど、なかなか手を出してくれなくて。だから私頑張ったんです。エンジが思いっきり浮気に踏み切れるように、夜の営み拒否したり、わざと冷たくして家の外へ出したり、あとはあなたと遊べるようにお金も渡したりしたわ。節約して捻出したふりしてね。私、ヒサメさんとエンジに本当感謝してるんですよ。計画通り浮気してくれて。あんた、まさかファミレスでもずっと演技してたの？正解。でもまあ、ヒサメさんがいろんな人と浮気してた事実は変わらないですからね。コウジさんだってもうあなたのこと信用じ…ボタンちゃん、そういうことだったの？コウジさん、やば、今の聞かれて。ヒサメ帰るぞ。なんでここに？ちょ、コウジさん待って。ボタンちゃん悪いけど、俺たちがどうするかは俺たち夫婦の問題だから、君は入ってこないでもらえるかな。コウジ、なんでおんぶ？そんなコウジさん。こうして私とあの女の戦いは終わったのだが、あの人、私はかつて来た中で最低の浮気女です。あと970回。私は数で来たなくて最低の浮気女です。あと969回。ヒサメ、俺たちもう一回やり直そうか。きっと優しいだけで奥さん満足させれない俺も旦那失格だったのかなって思ってさ、これからはヒサメにもっと刺激を与えられるように頑張るよ。コウジ、ありがとう。私ももう絶対私たちは再構築することとなった。じゃ、これからなんですけど。刺激